こんえ、ちょっとですね、喉が痛いんですが、頑張ってやりたいと思います。さて、前回ご紹介したシグマの新型 20mmF1.4DGDN-ART ですね。今回は続編になります。他の気になる整形レンズと比較してみましょう。今回は実写画像での比較を中心にやりますね。私が紙レンズであると認定した2本と、 ました。えー、まずですねこのシグマ 20mmF1.4DGDNR とですねとの比較で気になるのは、まあ、ソニーでしたらソニーの FE20mmF1.8G との違いだと思いますね、えー、見てみましょう同じ条件で撮影した2枚です、まあ、いわゆる取っ手出し状態ですね絞りは開放です、えー、こちらがシグマ 20mmF1.4DGDNR とですね こちらがソニーの FE20mm F1.8G です、えー、どうでしょうまあ、明るさの違いは分かりますよね周辺現行はシグマの2 0ミ、mm、リの方がある感じはしますねあとね、ちょっと気になったのはシグマの 20mm F1.4 20、mm、画角がちょっと小さい気がしますね、えー、これレンズ補正前なのでどちらも、えー、レンズ補正やっちゃうともうちょっと狭くなっちゃう気がしますけど まあほとんど変わりませんけどね。歪 Y 曲も少しあると思うんで、えー、見た目はこんな感じです。製造に関しては、まあ特に問題なしですね。ちょっと2つ比べてみましょう。えー、並べてみまして、まあ100%でやってみましょう。えー、中央部のあたりですね。100%表示しています。天の川の濃さとかね、やっぱり F1.4 と F1.8 ではだいぶ変わってきますね。 あのこちらちょっともやっとして見えるかもしれませんがまあ、薄雲があったかもしれませんそこら辺どうしてもね天気はわかんないです端の方を見てみましょうか、えー、アートと F1.8 ですねまあ100%なんでちょこちょことこう星のようにコマフレアサジタルコマフレア出てますね肩やシグマの方も、えー、コマフレア全くないわけではなくて少し見えてますよね別、えー、のところを見てみましょう ま、こんな感じですね。露出の差はありますが、まあ、シグマのレンズも非常にいいんですが、すごく細かく見るとコマフレアは少しは出てますね。まあ、ソニーもそうですね。でもソニー結構優秀だと思いませんかね。まあ、暗いですけど。えー、ソニーの製造もかなり優秀だと思いますこんな感じですね。もう一本シグマの新レンズありますね。 シグマ 24mmF1.4DGDNR との違いも気になることでしょう少しだけですが撮影してみた画像がありますまあ雲がありますけど比較にはなると思いますこちらが 20mm の方ですねシグマ 20mmF1.4 こちらが 24mm ですね夏の大三角付近です並べてみましょう100%ですね いわゆる取っ手出し状態なので、まあ、雲もありますんでそんなに綺麗ではないですけど、えー、製造としてはどちらも全く問題ないと思います端っこ見てみましょうこうですね 20mm24mm、mm まあ、端っこ100にするとちょこっとだけコマフレアは見えますね同じ程度のコマフレアが 24mm でも見られますね、えー、ほとんど変わらないですね 2 4ミリの方がちょっと大きい気はします。まあ2 4ミリっていうこともあると思いますけどね。えー、サジタルコマフレは少しあります。2 4ミリただまあ100%でこれなんで、まあ特に成形写真上問題にはならないと思います。えー、右の方。えー、こんな感じですね。まあ製造的にもほぼ変わらないと言っていいでしょう。えー、全然問題ないと思います。えー、2 4ミリもいいですよね。 さてですね、ツイッターでは小さい画像で出してましたけど、35mm から 14mm までバッと比べてみましょう。画角の違い、明るさの違い、画質の違い、わかりやすいと思います。こちらがシグマ 35mm の F1.4DGDNR トですね、私がつい最近買ったものです。こちらもシャープですね。で、シグマの 20mm。いいですね。 これはソニーの FE20mm まあちょっと暗いですけどこれもいいと思いますよでもう一個の紙レンズソニー FE14mmF1.8gm ですねでもう全然問題ないですね、まあ、やっぱ明るさの違いっていうのはどうしても出てきちゃいますねあと先ほどもちょっと言いましたがレンズ補正を前提にカメラのレンズ補正を前提の設計になってますんでこれ補正されてないですで歪曲が少しあると思いますね まあその辺もこれからカメラローとかライトルームとかまだ対応してないと思いますけどまあすぐ出てくるでしょう、まあ、カメラ設定でね入れてやればいいかなと思います画角をよく見てくださいあのよく画角の質問意外と来るんですよね夏の大三角ですけどこれ D のナンバー4をカメラ側につけてますクリップタイプのやつですねだから全部共通ですフィルターは D のナン、no. バー 435mm なんで結構ボケすぎ感はありますね で、大三角、この大きさです。まあ、35mm は、まあ、ギリギリな分、迫力がありますよね。二 20mm になるとこうです。まあ、ちょうどいい感じとも言えると思いますけどね。天の川も広く取れます。で、ソニーの 20mm。で、14mm になると、夏の大三角はこうちっちゃくね。こっちに振れば、さそり座まで見えるという、まあ、そういう広い範囲になりますね。これ、分かりやすいんじゃないかなと思いますね。明るさの違い、画角の違いですね。 他にですね、多分気になるだろうなっていうレンズとしては、ソニーの FE24mmF1.4GM もありますね。このレンズ私使ってたんですが、実は紛失してしまって今はないので、直接比較ができないんですけど、画像はたくさんあります。こちらは以前から言っていると思いますが、このレンズですね、2点問題があります。サジタルコマフレアとパープルフリンジですね。ただ写真によっては気にならないものもあります。まあ、誤差なのか何なのか。 24mmF1.4 としてはいいレンズだと思いますが、まあ、紙レンズとはとても言えませんよね。ちょっと見てみましょう。100%です。パープルフリンジ見て撮れると思います。こういった画像なんですよね。周辺に行くと、これはあまり見られませんね。こっち側はあまり出ないんですよね。コマフレア。なぜか右側が出ると。この辺ですね。サジタルコマフレア。よく出てると思います。まあ、これがこの 24mmF1.4 の 大きな弱点ですねまあとはいってもですね普通に見る分にはそこまでうるさく言わなくてもいいかなとは思いますけどねまあ整形の紙レンズとはちょっと言えませんけどねということで結論としてはこちらのレンズたちはおすすめになりますはいいかがでしょうえー、それでは今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました